名取市、名取市は宮城県の中央南部の太平洋沿岸に位置する都市である。仙台市の南東に隣接しており、市内には仙台空港がある。宮城県の南部に位置し、太平洋に面する。市の西部は陸前丘陵の一部をなす。交換丘陵、東部は仙台平野、名取平野である。北に接する仙台市との境に名取川が流れ、 川口部のゆり上げに、ゆり上げ港がある。また、東北自動車道、国道4号線、東北新幹線、東北本線が縦貫している。市の中心部は愛島丘陵北側の、名取駅周辺に広がる。名取市北部の下用電あぜ原田が、仙台市大白区内に浮かぶ飛び地のように、存在しているが、大白区袋、源氏庭夜を突っ切って、名取市。 原田地区に至る名取市道門の目線、北端で仙台市道堤や街道線と属が、福音数メートル、長さ280メートルの細長い名取市域として接続しているため、原田地区は飛び地とはなっていない。西が高く、東が低い地勢に沿って、市内の河川は西から東に下る。大湯山脈から流れるのは名取川だけで、 あとは丘陵に源を持つ小川川である。増田川と川内沢川は名取市内から、滋賀沢川は岩沼市内の丘陵から流れ出る。平野部にはこれら河川から水を引いた水路が縦横に巡らされ、海岸線に沿って掘削された低山堀に流れ込む。当市から仙台市南部にかけては、四世紀後半の古墳時代前期から多数の古墳が造営された。中でも、 最大のものが愛島丘陵東端に築かれた東北地方最大の雷神山古墳である。大型前方公園墳はこれ一つだが多数の中小古墳が作られ7から8世紀の横穴墓に続いた。名取に国の宮津湖は置かれなかったようだが、表後の軍は7世紀から建てられたと推定される。名取軍は現在の仙台市南部と東市、 岩沼市にまたがり、文献資料に、名取郡とだけあるものから場所を、うつつの名取市域に絞り込めることは、あまりない。平安時代に高官丘陵北東六に、木の国の熊野神社の本宮、新宮、那智社が誕生され、名取熊野三山を形成した。熊野社の文社は多いが、三社を合師せず別々に、儲けて三山を引き移したのは、全国的にても珍しい。 ナトリの熊野別当は、欧州合戦で敗れた藤原氏に組み下が、振って許された。中世のナトリ軍は細分され、軍全体を支配する荘園も武士も生まれなかった。戦国時代には14世紀後半に、相馬氏の影響が及び、15世紀には、伊達氏の派遣に服し、最終的に伊達領に組み込まれた。以後、近世を通じて、仙台藩に属した。 仙台藩は新しく、欧州街道を開き、増田塾を置いた。仙台藩は、道の区国領内を南、北、中奥、奥の四つに分割しておのの軍部業を置け、その下を十九の大関区に細分して支配したが、後に、名取市にまとまる地域、すなわち増田村など二十二の村と一つの浜、ゆり上げ浜は、全域が南軍部業の下に置かれ、高流村、大曲村、 牛の村、小塚っぱら村、ゆりあげ浜の四村一浜、明治以降に、東多賀村ゆりあげ町が、名取郡北方の長町大館所に、残りの18村が、名取郡南方の増田大館所に統治された。増田には3と7がつく日にしがたった。明治時代に入ると、半世時代の村を基本単位として、数カ村を様々な組み合わせでまとめて、行政単位が置かれた。 後の名取市やその前身となる町村の境界をまたぐ形で区画されたことも多く、後に名取市となる区域が意識されることはなかった。旧、欧州街道沿いに付設された日本鉄道、現、JR 東北本線が1887年、明治20年に仙台区、現、仙台市の仙台駅を経て、塩釜、現、塩釜市の塩釜駅、 後の塩釜不当駅まで開通するととし、増田にも、増田駅、後の名取駅が置かれた。1889年、明治22年の町村静止港で、現、名取市の市域には、高館丘陵登録の高館村と、愛島村、現、東北線沿いの増田村と、館越村、沿岸の東多賀村と、下増田村の合計6家村が生まれた。 当地で人口が多かったのは、旧、増田塾を中心とする、増田村と、ゆり上げ浜を中心とする東多賀村だった。1926年、大正15年には、増田村と、東多賀村とを結ぶ京弁鉄道、増東軌道が開通するが、バスとの競合により10年余りで廃止された。1953年、昭和28年制定の町村合併促進法を。 受け当地でも昭和の大合併の動きが生まれたが、増田町以外は仙台市との合併に傾きがちとなっていたところ、宮城県の働きかけによって六町村での合併となり、1955年、昭和30年に名取町が成立した。港町のゆり上げは、合併時の人口が9325人で6519人の増田より多かったが、町役場は、 マスダ町のものを継承し、3年後に市になったとき、マスダに市役所を新築した。1964年、昭和39年、仙台湾地区が新産業都市に指定されたため、根拠法である新産業都市建設促進法の第23条に、基づいて、当市や仙台市を含む8市町村での千円合併が議論されたが不調に終わった。当市は、 仙台市のベッドタウンとしての機能も持っているが、宅地開発は1980年代後半から大規模に始まった。宅地開発はそれまで市内では人口が少なかった地域で行われ、20世紀中は旧高官村や旧愛島村の村域だった西部の丘陵地帯、高建丘陵及び愛島丘陵、21世紀になってからは旧、 下増田村の仙台空港鉄道仙台空港線沿線で活発となっている。1989年平成元年仙台市が泉市等を合併して政令指定都市に移行し1990年平成2年に仙台空港発の国際定期便が就航すると仙台空港の滑走路延長や仙台空港アクセス鉄道の整備促進度を理由に 1991年、平成3年12月24日に、県選出の国会議員から東市と仙台市との合併を促す発言があった。また、仙台東部道路や県道仙台看護施線の開通を控えた1994年、平成6年2月27日、東市の住民有志が仙台名取合併推進協議会を設立したことで、 再び東市と仙台市との合併論議が湧き起こった。この時、旧住民が多い旧、増田町や旧、ゆ上げ町と、宅地開発で新住民が急増していた西部の旧、交換村や旧、愛島村という対立軸が形成された。しかし、1996年、 平成8年7月14日の名取市長選挙で合併反対派の現職候補が勝利し合併論議は収束した。2011年平成23年3月11日東北地方太平洋沖地震東日本大震災が発生し旧百合上町の中心部や旧下増田村の沿岸地域が津波の被害を受けて多数の犠牲者を出した。 平成27年国勢調査より前回調査からの人口増減を見ると4.83%増の76,668人であり、増減率は県下35市町村中5位、40行政区域中6位。大学高等専門学校専修学校高等、学校小中学校中学校、小学校特別支援学校。郵便番号は 大半の地域で981から 12XX であるが、仙台空港関係施設、下松田阿佐南原及び南部の本郷、堀内地区は岩沼郵便局が担当することを示す989から 24XX である。郵便局、簡易郵便局、中世までの街道は、給料よりで仙台平野の縁を通っていた。 おおよそ現在の宮城県道39号仙台岩沼線にあたる道である。江戸時代に欧州街道が設定された時、平野を南北にまっすぐ循環する道が開かれた。かつての国道4号陸雨街道で街道に置かれたマスラ塾は現在の市街中心部にあたる。名取市は文化財が豊富である。国および宮城県指定の文化財は以下の通り。 名取市で利用されている市内局番は次の通り。岩沼 MA は市南端の堀内地区などが該当する。注釈。出典。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。